長崎がんばらんば国体。相撲は長崎県は上位入賞が期待される競技の一つです。1日目、13日に行われた少年の団体予選は3試合を戦い、その上位チームがトーナメントに進みます。長崎県は2勝1敗と健闘しましたが、惜しくも予選敗退となってしまいました。青年男子は昨年の東京国体で優勝、地元開催の国体で連覇を狙います。予選リーグを2勝1敗で辛くも勝ち抜けます。決勝トーナメント1回戦は予選リーグで負けた静岡県に雪辱を果たします。
長崎県は決勝トーナメントを順当に勝ち上がり、迎えた決勝戦、相手は富山県です。見事2連覇の栄冠をつかみ取りました。怪我を押して決勝トーナメントを戦った松永選手の執念が他の選手にも乗り移った勝利でした。地元で優勝して、自分が取ったら優勝はできるだろうなと思ってたんで、気合い入れて一番優勝でした。本当にもう長崎大会に集中してやってきたので、本当にこの優勝がもう1年間怖いかなと思って、